では食べましょうか。ついでにキムチあったんで、キムチ。納豆はね、多分クソ古いのが1個だけあったからやめといた。このキムチ結構おいしいんですよ。ご飯が進むくんキムチ、これ結構おいしいですよ。おいしいっすよね。これ卵かけご飯でね、これね、普通の醤油とかじゃなくて、やっぱね、このね、かきだし醤油みたいな、やっぱだしが効いてる醤油で卵かけご飯を食べた方が絶対美味しいっていう。これをね、たっぷりかけるんですよ。味濃いの好きだし、だし効いてるんで。で、ここにこうちょっとこれをこういう感じで黄身をほぐして、ほぐすというかこうやって、でここにね、刻んだネギを入れます。完成。ネギの色めっちゃ悪いんだけど本当は多分長ネギみたいなやつの刻んだやつの方が美味しいんだろうけど、ないので。完成です。ちょっとね、風呂入ってないんで顔は出さないですけど、これをいただきたいと思います。うまい。うまいね。なんかちょっと味変だなと思ったら、賞味期限これ8月9日じゃないですか1ヶ月ぐらい過ぎてる。なんかちょっと味変だなと思った。なんかちょっとシュワシュワ感があるんだけど、炭酸感があるの、気のせい、これ。これは、かきだし醤油。卵かけご飯ってね、ちょっとね、一手間じゃない、なんかちょっと加えることによって、ちょっとなんか食べるものを厳選することによって一気においしくなる。シュワシュワ感がある。これは別にいい卵じゃないですけど、いいご飯に、いい卵に、
こういうなんか出汁の効いた醤油に、あとはなんか本当はな長ネギの刻んだやつとかをそこに添えて、まあお好みでね、あの鰹節のなんか細かくこう細かいバージョンの鰹節をなんかちょっと上に乗せてもいいと思う。なんか粗いやつじゃなくなんか細かいやつあるじゃん。うん。かっけ醤油冷蔵庫に入れてないです。あ、ポンパー出す。うん。まあ、うまいね。うん。これ入れてくるか。お腹いっぱいになった。まあ。そんなでもない。あけびじゅっこども。